スタートール、どうも、プリン、プリンケツ、プリンケツです。お聞きください。大和うんこ、大和うんこだね。ああ、いくつかの場所で、ああ、うまく出せないけれど、便秘気味だよ。プリンケツ、プリンケツ、チャリア。今日はですね、見てください、こちら、ダボーン、ウイスキー。はい、めちゃくちゃ並んでますけど、ウイスキー。僕ですね、はい、ハイボールがめちゃくちゃ好きで、はい、めちゃくちゃ飲むの、はい、で、やっぱり、まあ、家飲みやってる方、今多いと思うんですけど、はい、結構ウイスキーっていろんなのが置いてあるから、はい、僕が、だからどれ買っていいか迷ってるよっていう人のために、はい、僕はちょっと今日何種類買ってきたんで、ハイボールを飲み比べたいと思います。え、じゃあ今日は料理は使わないですか？ハイボールで飲むんですか？やっぱハイボールに合う料理を食べながらやりましょう、はいはい、楽しいね、楽しいね。今日はジブリ作品より、はい、ハウルの動く城のベーコンエッグ、はい、あれをつまみにやろう。なるほど、すごいですね、ハイボールとジブリコラボってことですか？そう、トゥルトゥ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 、ジャ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 スティス、ジャ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 スティス、ジャスティス、ジャスティス、ギャギャギャラクシー、ギャ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 ラクシー、ギャ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 ラクシー、サササササササシャン、サササササシャン、イエー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 イ。ベーコンを3枚ぐらい入れてんだよな、はい、でもフライパンがでかいね、ハウルが作ってんの。なるほど、ベーコン3の卵6いってたから、それは多分入んないと思うんだよな。だベーコンは一応頑張って3いこう。池崎さん、ジブリの中だとどのアニメ好きですか？あら、聞いちゃいます？はい、僕はですね、紅の豚です。圧倒的1位ですか？圧倒的1位だね。どういうところが一番いいですか？やっぱあの男のロマンって感じがしていいんですよ。あの飛行機で空飛んで、で好きなね、女の子た、はい、のために戦うじゃん最後、はい、あれがいいんだよね。太めに切ろう。うわ、いいっすね。あ、いいね、贅沢だねこれね。ベーコンの油があるから、はい、引かずにいきます。引かずにいきましょうか。ほら、いいっすね。うーわ、やばくないこれ。やばい、やばいよ。うーわ、おれおれ、いいっすね、そうそういい感じだね。うわー、いいじゃん、ほら。まずワン、ツー、3、あー、いいね、4だね、4はいける、頑張れば。もう1個いけば4、 OK。 ハウルやんけ、いいね。1個割れちゃったのね、悔しいね。まあいっか。うわ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 、すごい。完璧だったね今ね。できました、ハウルベーコンエッグ完成です。見てください、ハウル感あるね。ありますね。じゃあまずどれからいきましょうか？いつもはどれなんですか？いつもやっぱ角ですね。いつも角、一回角いきましょうか。じゃあもういつもの味最初確かめてもらって、うん、まずは、はい、角、はい、いきます。うまいね、これはうまい。ちょっと言ってください、一口。こうだよね。で、ここ真っ黄色じゃん、火通ってるからね、はい、ほら、うん。で、こんな幸せなことないね。いやいやいや、すいませんね。
うめえ。やっぱね、このベーコンはまずむちゃくちゃうまいわ、はい、うん、最高の焼き加減、はいはい、このベーコンとやっぱ卵一緒に食うとうまいね。で、ベーコンのこの脂が来た時に、はい、ハイボールで流し込むと、あーうめえ。やっぱり角は、はい、やっぱスタンダードなんで、はい、やっぱ飲みやすいね、とにかく。なるほど。で、キレがある。うん、でハイボール初心者にはおすすめな気がする。入門編みたいな。入門編、まず角です。じゃあ次行ってみようか、はい、レッドレーベル、はい、これ1000円ぐらいでした。じゃあまずやっぱこのベーコンの脂を感じてからいくから。うまい。じゃあこのベーコン入れてからのレッドレーベル、うまいね。書くよりちょっと尖った部分あるね、なんかね。でそこまでクセすごってほどじゃないね。なんかね、ちょい角があるっていうか、あと匂いが、香りがちょっと違うね。香りがちょっとちょいスモーキーな感じ。あ、うん。でも味自体はすげえ飲みやすい。これはね、書くより、はい、ちょっとガツンと味を感じたい人はこっちの方がいいかもね。ああ、なるほど。ちょっとやさぐれてる人とかがなんか飲んでる。やさ、ちょっとやさぐれた味する、なんか。あ、そう。ちょっと渋い感じね。ああ。まあ、ルパンで言ったら次元的な味。うん、なんかちょっとスモーキー、はい、スモーキーな感じ。はい、ハイボールウィー。最高。じゃあ次行きましょう。次は結構珍しいですね。コンビニとかに売ってないやつですね。そう、この竹鶴宮城郷で夜市、これはなかなか見かけないですよ、お店で。そうです。夜市と宮城郷は俺見たことないけど、夜市行こうか。夜市行きましょう。はい。うわ、この氷を伝う炭酸水最高だよね。行ってみましょう。じゃあちょっとベーコンちょっと感じ、ひとかじ。うまいな。うそうまいね。なんかね、はい、抱きしめてくれるようなこうハイボールですよっていう感じする。飲んだ時にそのウイスキーの味買ってくるんだけど、買ってほしいじゃないか、こうってくる、よいちみたいな感じ、よいちですよって感じで、こう、こう包んでくれるようなウイスキーの味。よいちはそんな感じじゃない、よいちって聞くけど、後味はスッていなくなっていくから。角杯どんな感じなんですか。角杯は、角杯はもう癖がないからさ、さあ、角です。シュッ、さっきのレッドレベル、レッドレベルはちょっと癖あるから、レッド。癖ある。レッド、癖ありますね。で、後味も結構ある、はい、レッド。よいちは、よいちはよいちはなんかほんと柔らかい感じ。よいちはあ、ちょっとバイバイって感じ。ああ、なるほど。爽やかにいなくなってくれる。最高。え、あと何本？でももうこれ3杯目か、うん、あと3杯しか飲めないの、寂しいね。じゃあ次はね、竹鶴いきます。竹鶴ってね、結構聞いたことあるけど飲んだことないですね。あ、香りがいいですね、確かに。鼻からほんと心地いい、確かにフルーティーですね。すごい爽やかなフルーツ的な匂いします。うめえな。油揚げ来たとこに行くから。わあ、全然また違うね。これはね、女性におすすめかもしれない。フルーティーだし角が全くないね。飲みやすい。すげえ飲みやすい。
スッと入ってくる、だから顔竹鶴を擬人化するとしたら、飲んだ時に竹鶴です、竹鶴だよ、あ、なるほど、竹鶴だよ、バイバイっていう感じ、なるほど、ヨイチの話、ヨイチは包み込む感じがさ、やいっちゃっ って感じするの、なんか、じゃあ全然違います、全然違う、なんだ今日最高だなさあ、というわけで続いて宮城京、はい、宮城京です、はい、いきます、はい、じゃあちょっとベーコンいきますね、カルベーコン行きのだからベーコンの油感じ飲みます、ちょっと待って全然違うよ、うわ竹鶴がフルーティーだったんですよ、はい、もっとフルーティーだね、うん、ワイン寄りっていうか、はい、ワインじゃないな、まあ、でもそのこれ書いてあるように洋梨とかそっち寄りのフルーティーさ、あ、これはね本当にね宮城京フルーティーだから宮城京です、ずっと爽やか、なるほど、性別があるとしたら、はいはい、男なんですよ完全に、はいはい、これは女性な感じするね、すごく爽やかだねラストはこちらですね、富士山ロック、なんだろうね、どっしりしてるわ、どっしりしてる、ドーンとしてる、横綱感あるね、王道のうまさって感じする、はい、なるほど、す富士山ロックです結構重厚感ありますね、今までと違って、だいぶこんな感じ、重厚感、富士山ロックです我が輩富士山ロックです、なるほど、なんかすごい重厚感がある、確かに、はい、だけど受け入れてくれる、全部、なるほど、全部美味しかったと思うんですけど、うん、池崎ベストワン言っちゃう、ジブリ飯に合うベストワン、むずいね、もうね順位つけたくないそれぐらいみんな美味しかったから、はい、今回僕が飲んだ中で、はい、ジブリに合うというか好きだったやつ、はい、発表します、はい、ドルルルルルルバン、竹鶴です、おお、良かったですか、やっぱね、ちょうど良かった、なるほど、ウイスキー感、フルーティー感、はい、やっぱジブリのファンタジーな感じにも合うのかもな、これがバランス良かったですか、バランスがいいね、このベーコンと、はい、フルーティーな感じがすげえ合う、なるほど、うん、これはうまいわ、今回、はい、ハウル飯でハウル飯ハイボール選手権、はい、もうちょっとね酔っ払ってきてますけど、ね、優勝はですね竹鶴です、おめでとう、最高